さあ皆さん始まりました。日付7月の21日、今15時20分ですね。いつも通り米国株と日本株の解説やっていきたいと思うんですけど、ちょっとですね、日本株に関しては利確の手を少しずつ進めてた方がいいデータが出てきてるんで、そこ注意ですね。今日日経平均で上がってはいるんですよ、一応上がっている。122円高で200日移動平均線あたりでうろうろしてる流れで、今現状バンドーク引け高値ベースで上がってる流れなんだけど、騰落レシオが過熱しすぎです。あれすぎ。エクセルデータ見てほしいんだけど、これ、今日時点のものですね。25日のものが132まで上がってきてます。120を超えると加熱気味のラインで、150とか160とか過去行ったことあるんですけど、だいたいね、やっぱしこの騰落レシオが加熱気味のラインまで行くと、一旦加熱の修正っていうのが入りやすい。で、6日と10日も、もう170、205とか結構加熱してるんですね、目先。短期的な下落がね、入りやすくなってきているので、そこはね、ちょっと注意しておいてもらった方がいいのかなと思います。はい。まあ、分析の方もね、これから順次進めていくんですけど、で、僕のプロフィールはツイッターの方に載せているので、皆さんに見とってくださいね。元証券マンで社長賞連続で取ったりとか、準 MVP 取ったりとか、一応ね、実績残してやめて今こういった配信してるんで、元プロがね、話してるってところを踏まえた上で参考にしてほしいです。で、まずニューヨークダウ、まあ、米国株の分析から進めていくんですけど、で、その後に日本株っていう流れですね。いつもの流れでいきます。ニューヨークダウは上昇ですね。フィボナッチの 61.8% 戻しラインですね。まあ、ここまでは戻すだろうっていうところで一旦足踏みしている状況。で、ストキャスティックスは、ま、加熱気味のラインに入ってはいるんだけれども、まだね、完璧にここで頭を打つかどうかっていう動きではない、マックでも切り上がってますからね。で、S&P500 も 0.59% 上昇。で、ここもフィボナッチの 61.8% 戻しラインに止まってるんですよ。で、一旦これバンドウォークに行くかどうかですよね。バンド幅が上向き方向に少し拡大しているので、で、ここの窓目を狙うような動きになっているから、そこまではなんかしそうな感じも今のところはしている。ストキャスティックスもまだ加熱気味のラインまで完璧に突っ込んでないから、まだ上昇の余力は残ってる。で、ビッグス指数を見てもやっぱし低下しているので、ここを見ても今のところまだ怪しい動きはしてないんですよね。で、ビッグス指数、まあ恐怖指数っていうのが何なのかっていうと、機関投資家がヘッジで、オプションで、下落に備えるとこれって上がりやすくなるんですよ。要はその株式の指数の値動きと逆の動きをするんですね。で、この MACD が、まあ、青のラインが切り上がってオレンジラインとクロスして、まあ、こういった形でゴールデンクロスを形成してくるような動きになると、やっぱしその先々の下落に警戒しなければいけないんですけど、今のところそういった動きはしていない。今のところそういった動きはしていない。まだちょっとね、安心して、うわね、追っていきたいなっていうところではある。ここを見るとね。で、セクター別騰落率、見るんですけど、昨晩どのセクターが上下したのかってことですね。一番下がったのがユーティリティ。まあ、ここが 1.36% 下落。で、ヘルスケアであったりとか、生活必需品、リアルエステート、ここあたりが下落している。で、上昇しているセクターは、一般消費財。これ上昇方向にバンドオークになってますね。はい、ストキャスティックスだけ加熱気味。他のラインは、まだ加熱気味のサインは出していない。で、インフォメーションテクノロジーセクターも上向き方向にちょっとバンドオークっぽくなってきている。で、エネルギーセクター。生活必需品かな？コミュニケーションサービスですよ、これ。生活じゃない。コミュニケーションサービスセクターもここも 1% 上がっている。まあ、今言った4セクターが、まあ、上昇企業で良いに 1% 以上指数が上がっていて、ここあたりの銘柄がね、セクター群が下がってる。ここあたりはセクターローテーションを見る上で、非常に重要なんで、しっかりと覚えておいてほしいですね。で、これで見てもらったら分かる通り、インフォメーション、まあ、グロース株、ハイテク株が強いんですよ。で、そこに関してはセクターローテーション、GV バイリス見ても明らかです。これが、S&P500 のグロース株指数割ることのバリュー株指数なんですけど、上昇するとグロース株優位で、下落するとバリュー株優位。で、今これ上げてきていて、一目の上下のライン、この赤のラインを突き抜けようとしてるんですよね。で、今これ見てもらったらわかるんですけど、バリュー株よりもグロース株の方が目先短期的な上昇が入ってきている。入ってきている。で、このフィボナッチラインとかも一応引くんですけど、61.8% 戻しラインここですね。どこまで行くかもわかんないですね。このまんまで行くと。今のところ怪しい動きはしてない。グロース株が目先優位な動きを形成してるって感じですよね。ただ来週アメリカの金融政策決定会合 FOMC と控えてるので、そこのイベント次第なんですよね。また金利がやっぱし動いてくる可能性があるから、
そこで来週グロース株どうなのっていうところだと思う。そうかな。で、金利の動きを見ましょうか。今上昇中ですね。アメリカの2年債利回り 3.255% まで上昇。で、5年債利回り 3.2%、10年債も上がって 3.056%、20年債、30年債、ここあたりに関しては横横でまあ調整中なんですけど、短期の債券利回りがね、やっぱしまた上がってきてるんですよ。で、逆イールドも依然として、確認されている。これがアメリカの10年債利回り、ことの2年債利回り。通常だったら短期の債券利回り、まあ、2年債よりも10年債の方が、利回りが、期間のリスクがあるので、10年間固定というね。10年債の方が利回りが高くなるんだけれども、それが今逆転して短期の債券の方が金利が上がっちゃってるんですよ。で、その関係で今ここは長短金利差はマイナスに突っ込んでいて、逆イールド、景気後退懸念は依然として出ている。で、30年債引く5年債利回り。ここの長短金利差も逆イールド、マイナス 0.012%。まあ、こういった形になってるんですね。景気後退懸念がまだね、依然として、ね、根強く意識されているような状況ではあるよね。これを見るとね。で、この動向を受けても、ナスダックは上げた。で、フィボナッシの 61.8% 戻しラインを抜けて、一目の雲の中に入ったんですね。で、これ上昇方向にちょっとバンドークっぽくなってきていて、ここのレベルをこっちに引き上げるんですけど、目先のターゲットは 61.8% 戻しラインはここですね。12000ポイント。12000ポイント。ストキャスティックスだけです。金付きミドラインは。で、上値抵抗ラインも全般的に抜けてるので、出てきてるんですよね。このラインですね。ここのラインを抜けてくると、もう一本トレンドが発生して、ナスダックが上に上がりやすくなる。ここを抜けれるかどうかってところが、今のところ重要です。で、即時数 2.49% 上昇。まあ、ここに関しては、半導体の企業の支援策っていうところを、アメリカが出してきてるんで、お金をね、供給したりとか、あとは減税対策、税金のところも優遇しますよって。はい。国内に会社っていうか、まあ、いろいろ設備投資して、してくれたら、アメリカの方での雇用を増やすような動きをしてくれたんだったら、やっぱし、税金の方も優遇措置をね、そして出しますよって言ってるんで、ここも上がっている。で、目先短期的なところで言うと、フィボナッチの 61.8% 戻しラインですね。ここで止まってるんですよ。で、今これ上昇方向にバンド中なんで、日柄調整が入ってパラボリックマックディア下落トレンドを形成するような動き方をすると、ボリバンの中央線25日移動平均線までの軌道修正が入りやすいんだけど、ここのテクニカルを見ると今のところまだ大丈夫。まだなんともないですね。はい。で、この流れを受けて、じゃあ個別銘柄の動きはどうだったのか。まあ、ちょっとガーファムだけ見ましょうかね。ガーファムだけ。まあ、上げ下げした銘柄見ればいいかな。まずは、アマゾン。3.86% 急進。これ上昇方向にバンド中ですね。強いですね。で、アップル。これも 1.36% 上昇で、これも上昇方向にバンド中。ダブルボトムのネックライン抜けてきてるんで、トレンドは強いんですよ。で、アルファベット。まあ、ここはまあ、決算近いんでね。ちょっとそこまではもう、今から揉み込む展開かなと思います。で、マイクロソフト。まあ、こんな感じかな。マイクロソフトもね、5日と25日はゴールデンクロス組みそうなんでね。これ短期の三角持ち合い形成されてるので、もう引いてますね、ラインね。この上値抵抗ラインを抜けてくると強いんですよ。まあ、そういった試合で一応、ガーファムの中では、アマゾンとアップルが結構比較的強い動き方をしている。はい。マーケット全体で見ると怪しい動きをしているところはないかなって感じですね。ボーイング、景気敏感感も上昇方向に一旦バンドを形成してきてるし、キャタピラーも若干ね、リバウンド。まあ、ここあたりで揉みやすいんですけど、ここからま、上がってここまでかな。190ドルって形。うん。で、この流れを受けて今日日本株も強かった。まあ、前場はですね、一旦だれたところもあったんですけど、最終的に引き高値状態。だけれども、さっき言った通り、騰落リシオが130まで上がってきてるんで、25日の分がですね。で、その他短期のものも加熱気味のところまで上がってきてるってことを考えると、目先短期的な加熱の修正が入りやすいです。こういったテクニカル、騰落リシオで結構当たるんですよ。少しずつ、利確の手は確実に入れてた方がいいと思います。僕はですね。目先もしかしたら、指数が少し下げてくるかもしれない。
だけども今のところまだ盤読中なんで、高値だから一応強いんですね、エネルギーもね。そこを抑えておいてほしい。で、空売り比率がどうなのかっていうと、ここも今、昨日、まだ最新のデータ出てないんですけど、昨日の時点では 40.2% だったんですよね。で、今日上がってるのか下がってるのか、また今晩のライブ配信22時から、今日は21時30分からしようかな、からするので、そこでまた話したいと思います。新しいデータとか、もうちょっと詳しいファンドの話とかね。で、あと皆さん今日の相場を振り返って、皆さんの明日以降の相場感ですね。いつも通り、いろんな情報、個別銘柄の情報であったり、気になるニュースとかあったら、そのね、文章をコピーペーストしてコメント欄に入れてもらいたい、もらっても全然構わないんですけど、よかったら皆さんの、いろんな意見ですね、コメント欄に入れてもらえると嬉しいです。まあ、とりあえず今これ盤読中で、ここの窓埋め狙いに行ってますよね。まあ、今日ここの窓埋め切ったんで、ちょっと下がりやすいっちゃ下がりやすいんだけど。だけど、この段階からちょっと売り上がっていくことを、売り上がっていくっていうところを考えてもらった方がいい。で、新規に買うっていうよりも、ここから少し短期目線で上げ下げしてくる可能性があるっていうことを考えて、新規の買いはなかなか入りにくいっすよね。うん。新規の買いは、もうすでに持ち越して、保有している銘柄を、で、上値を試すっていう形で、やってもらったらいいんじゃないかなと思います。で、ドル円は138円の30銭台で、5日移動平均線は下向きになってきている。これ、パラボリックと日足がトレンド転換しやすくなってるんで、マクディデッドクロス形成なんですね。ここなんですよ。ギリギリなんですよ。ここ割ってくると下にズドンできます。そこを見とってください。今これダイバージェンス効果出てるんで、RSI、MACD の割の抵抗ライン切り下がってるのに、日足の、まあ、ドル円の日足の割抵抗ライン切り上がってるから、これダイバージェンス効果出てます。ダイバージェンスの後には、一旦下げも入ってきやすいので、そこを注視。まあ、日米金利差次第なんですけどね、日本も金融緩和継続みたいな感じでニュース出してきてるし、インフレ率が確か 2.3% でしたっけ、なんかそんな感じで、ニュースは一応出てます。僕のツイッターの方にですね、そのニュースの画像が出てるんで見とってほしいんですけど、物価見通しは 2.3% ですね。これ日経新聞からのニュースで出てるんですよ。日銀は20日から21日の金融政策決定会合で、金融緩和の維持を決定。4月会合で 1.9% としていた2022年度の消費者物価指数、消費者物価上昇率の見通しは 2.3% に 0.4% 引き上げたと。そういった形でね、一応その、日本でもインフレが少しね、進んでまた来てるんですよね。はい。まあちょっとね、まだまだ物価高っていうのは続きそうですよね。これ見てもね。で、やっぱしこのドル円の動きとか見てもあれなんですけど、今日の個別銘柄の動きで言うと、ハイテクグロース株が強かった。まあそれはね、昨晩さっき言った GV バイアリスが上がってるってところ、半導体株が強かったってところがもちろん起因しています。はい。しています。テック関連はね、全体的に、まあ、フィローテックとかも急落しとったんだけど、一旦戻してきていて、パナックであったり、TDK、まあ、ここあたりもまたね、上昇に転じてきている。強かったですね。まあ、東京エレクトロンとかちょっとね、信用改ざんが重たいっていうところで、フィボナッシュの 61.8% まで上がったってところで一旦揉んでるんですけど、レーザーテックも、バンドオーク継続中という形で上がってきている。はい。ここあたりは上がってきている。で、指数で見ると、グロース株ですね。マザーズ。これが 2% 以上、3% 近く、今日、急伸しています。マザーズは。マザーズ。これですね。2.79% 急伸で、直近の、ダブルボトムのネックラインを抜けてきた。で、これもちょっとバンドオークっぽくなってきてはいる。ストーキャーだけ金継ぎなのは、RSI がもしかしたら金継ぎのラインまで突っ込んでくるかもしれない。まあ、そこあたりを見込んで、フィボナッチの 61.8% 戻しラインを目指したいところではある。けれどもってことです。ここですね。ここ。だから、あと、ここ、マザーズが、何パーセントぐらいだ ?5% ぐらい上がると 61.8% 戻しの抵抗ラインぶつかるんですよ。そこあたりで、もし上がってきた場合は、そこあたりで少し揉みやすいかなって気はするね。で、香港、ハンセンは下向き。まだ依然として弱い状況。上海 0.38% 下落。まあ、ボリバの中央線まで上がって、こっちに突っ込んでくるかどうかという動き。で、深圳も 0.89% 下落。ここも弱い。深圳は中国版のナスダックハイテク株指数ですね。
そこの動きは弱いんですよ。で、ビットコインは316万。ちょっとこれね、上髭伸ばしてきてるので、気になるところではあるかな。日柄調整っぽくなってきてるからね。さらに日柄調整が進んでくると、目先修正が入りやすいところ。で、イベントスケジュール的なところで言うと、金融政策決定会合がこぞっていろいろ出てきますから、行われてくるので、各国ですね。とりあえず様子見ながら、やりましょうか、ここに関して。で、ドルベースと日経平均。ここも上がってきてる。これもちょっとバンド奥州ですね。これ日経平均割ることのドル円で、ドル円の変動リスク、為替の変動リスクを加味した海外投資家が見ている日経平均になるんですけど、これも切り上がって今上昇方向にバンド奥っぽくなってるんですよ。で、ダブルボトムのネックライン抜けてきたので、フィボナッチラインで言うと、もう引いてるんだけど、61.8% 戻しライン、ここですね。この窓埋めあたり。を狙いに行くような動き方になっている。なっている。けれども、騰落レシオがちょっと気になると。短期的な修正がちょっと入って、例えばその日経平均がボリバーの中央線ぐらいまでの修正が入るかもしれないですよね。今のところ引けた金だからなーっていうところもあるんですよ。ここあたりのその皆さんの意見とかもよかったらコメント欄にください。上がるのか、上がると思う、下がると思う。まあそれだけでも構わないので、コメント欄に日経平均これから上がると思うとか、日経平均これから下がると思いますとか、何でもいいです。よかったらそういったコメントを残してもらえると嬉しいです。でも、騰落レシオ、過去の経験則から言って、騰落レシオが過熱してた時って、ガンガン上がっていくときは徹底的に上がっていくんですけど、150とか160とかありますよ。過去にもちろんデータとして。アクスどこまで行ったっけ ?170 っていうところもあったから、25日が。ここを考えると、各国の動きを考えると、まだあり得るっちゃあり得るんですけど、一応意識しててください。騰落レシオは必ず見とってください。ここは。で、150、もし150を超えてくるってなってくるならば、そこからは、買いの手は、しばらく入れない方がいい。下がってくる可能性があります。今132なんでね。これがもし150とかに騰落レシオが上がったんだったら、新たな買いの手は一旦控える。で、下げて押し目を狙うっていうのがいいのかなっていう気がします。詳しくはね、メンバー限定の動画とかでも確か騰落レシオの回は話してるんで、メンバーさんでね、過去の動画見れる人はそれを見取ってください。確か VIP メンバー以上じゃないともう見れない動画になってますからよろしくお願いします。なので現状の動きを見たんですけど、今のところ強いです。強いです。米国株も日本株も、日本株に関しては引けた金で日経平均終わってるし、アメリカの方もね、やっぱ上昇方向にバンドオーク形成している銘柄結構あります。目先の動きとしては強いんだけども、日経平均に関してはさっき言ったところ、騰落レシオが130超えてきて、金継ぎ目のところに入ってきてる。で、空売り比率も昨日時点で 40.2%。まあ、今日のデータ次第。で、またちょっとどうなるかっていうのは考えないといけない。目先短期的な修正が入りやすい。そこを押さえておいてください。窓も開いてますからね、ここで。どっかのタイミングまた窓目はしてくると思うんで、そういった感じですね。まあ、スライスしながらね、上値を追っていくっていう感じでいいと思います。来週でまた、あるし、利上げがアメリカの。来週はアメリカ方向感が乏しい展開に多分なるとは思うので、一旦ポジションの整理とか起こりやすいとは思うんですよ。そこあたり意識していきましょう。なのでまたね、動きがあったらすぐに YouTube とか Twitter を使って皆さんに情報配信、気になるニュースとかあったら Twitter の方でリツイートして、皆さんの情報を共有していくので、よかったら最後に僕のチャンネル登録と、あと Twitter のフォローしとってもらえると嬉しいです。あとメンバーシップでね、テクニカル分析の勉強会もやっていますので、今以上にね、力をつけたいっていう人がいたら、ぜひ前向きにね、ご検討いただければ嬉しいです。あと今晩21時30分ぐらいからですね、ライブ配信をちょっと早めにやって、個別銘柄の分析ね、少し多めにしていこうかなというふうに思うので、もし分析してほしい銘柄とかあったら皆さんで、ね、今晩また僕のライブに集合でよろしくお願いします。というわけで皆さん一旦お疲れ様でした。また今晩ね、お会いしましょう。お疲れです。